ドナルド・ジョーンズはニュージャージー州プレーンフィールド出身の元、アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションはワイドレシーバー。高校時代は友人モンローとチームメイトだった。ヤングスタウン州立大学から2010年ドラフト外フリーエージェントでバッファロービルズと契約を結んだ。同年代10週のシンシナティ・ベンガルズ戦でプロ初 TD を挙げた。 2011年、リー・エバンズが退団したことから、先発 WR となったが、第6週のフィラデルフィア・イーグルス戦で足首を負傷、一旦は復帰したものの、11月のニューヨーク・ジェッツ戦で足首を負傷し、故障者リスト入りして、8試合の出場に終わり、23回のレシーブで231ヤードに終わった。2012年、第4週のニューイングランド・ペトリオッツ戦では、 フィールド中央付近でライアン・フィッツパトリックからのパスをキャッチ、ペートリオッツのセーフティをかわして68ヤードの TD レシーブを上げた。12月中旬に故障者リスト入りした。この年、10試合に先発し、41回のレシーブで443ヤード、4TD を上げたが、シーズン終了後、チームからテンダーオファーをされず、フリーエージェントとなった。 2013年3月15日、ニューイングランドペートリオッツと3年契約を結んだが、7月に解雇され、同年8月以前から戦ってきた腎臓病のため25歳の若さで引退を決めた。ありがとうございます。